ティンキャン大聖堂、ティンキャン大聖堂は、北米における最初の独立したウクライナ教会である。セラフィム教会の中心で、カナダ、ウィニペグ市で創立され、ヨーロッパのどの教会にも属していない。ウクライナからのカナダへの移民は1891年、主にオーストリア・ハンガリー州、ブコビナとガリツヤから到着し始めた。ブコビナからの新移住者は、東方聖教会、 ガリツヤからは東方カトリックであった。どちらもビサンチン儀式に親しんでいた。1903年までにはカナダ西部へのウクライナからの移民人口は宗教家、政治家、教育者などの注目を集めるほどに大きくなった。シリルゲニック・ウィニペグにおけるウクライナコミュニティの中心的な人物はシリルゲニックであった。彼はガリツヤの出身でリビーウの・ウノ。 ウクライナアカデミック高校を卒業し、チェルニツィ大学で短期間法律を学んだ。ゲニックは、ウクライナのフォックス・ミキタの著者で、文学部門で、ノーベル賞候補に上がったことのあるイワン・フランコの友人である。フランコの当時の聖職者に対する辛辣な皮肉や、社会主義的傾向は、ゲニックと分かちあったと思われ、ゲニックは、フランコの結婚式のベストマンであった。 土地制度の改革とともに、聖職者集団の解雇は、教会階層と共謀して、土地管理を維持する、不在地主の束縛から、おざく農民を解放する一つの方法であった。カナダに到着したゲニックは、カナダ政府によって雇用された、最初のウクライナ人であり、移民代行人として入植者を農場に案内した。ゲニックのいとこイワン・ボドラグとボドラグの友人、イワン・ネグリッチは、 コロメア地方のベレズイーブ村の出身で、ガリツヤでは小学校の教師の資格があった。これらの3名は、ウクライナコミュニティのインテリの格をなし、3人組と知られていた。この3名の中で最年長のゲニックだけが結婚していた。彼の妻ポーリーンは、司祭の娘で、学のある女性で3人の息子と3人の娘があった。他の主要人物は、セラフィム司教で、実名は、 ステファン・ウストボルスキーである。ウストボルスキーは、サンクトペテルブルクのロシア正教会会議によって、聖職を剥奪されてしまった。しかし彼の経歴は、個人的な理由でアトスさんに旅し、司教であると主張する聖、アンフィムによって任命された時から始まる。当時ロシア正教会会議と、ロシア皇帝が、ロシア正教会を制御しようともがいており、聖、アンフィムは、 皇帝に対する恨みからウストボルスキーを任命した。司教として任命されていたセラフィムは北米に旅しフィラデルフィアのウクライナ人司教のところに短期滞在した。彼がウィニペグに到着した時にはロシア正教会やその他の誰に対しても忠誠心はなかった。平原に住むウクライナ人はキリスト教の起源から続いている伝統により彼を 巡業聖職者として受け止めた。結果的にティンキャン大聖堂の創立となったイベントに参加したもう一人の人物はマカリー・マルチェンコである。マルチェンコは女債または戦勝者として彼にとって馴染み深い教会礼拝でセラフィムを助けた。彼はセラフィムと共に米国から到着した。ローマ法王と直にコンタクトがあった。 西部カナダのローマカトリック教区の長であったランジェバン大司教がセントボニフェス地区にいた。彼は司祭たちがウクライナ人口のニーズに応えるためには適切以上であると判断した。他の三位予者はウィニッペグ長老派協会のマニトバカレッジ学長、ドクター・ウィリアム・パトリック・マニトバ州自誘導、 北米ロシア正教会選教会の長、ティーホン司教とロシア正教会選教師たちである。一つの事件が次のドラマを引き起こしたとすると、マニトバ州議員の一人、ジョセフ・バーニエが1902年にローマ教会の下でローマと共有しているギリシャルーシ人の土地を社団法人の制御下にするしさを入れた条例を紹介した時かもしれない。 ランジェバン大司教は、竜シ人は、プロテスタントのようであってはいけない。教会に土地を引き渡して、カトリックとして、事故を証明しなくてはならないと、司祭、司教から独立している個人、平身との委員会に宣言した。平原のウクライナ人口はロシア正教会宣教師に、とって魅力があった。その当時ロシア正教会は米国における、宣教活動に、年10万ドルを費やしていた。 また、長老派協会が、ウクライナコミュニティの若者に関心を持ち、マニトバカレッジに出席するよう招待した。そこでは、教師になりたい若い、ウクライナ人のため特別クラスが開かれた。ドイツ語の感動なカレッジ学長のドクター・キングが、ドイツ語で、候補者、ボドラグとネグリッチのインタビューを行った。ゲニックが、学業成績書をポーランド語から英語に訳した。 彼らは北米最初のウクライナ人大学生となった。マニトバ・カレッジは当時マニトバ大学の一部であった。内部、ティンキャン大聖堂、1905ゲニック、ボドラグ、ネグリッチはコミュニティの確保に急いだ。彼らはセラフィムを呼んだ。彼はヨーロッパのいかなる教会からも独立し、平原のウクライナ新住者の魂を張り合う他の、 いかなる宗教グループに忠誠を示さない教会を設立するために1903年4月にペグに到着した。彼らの意向を満たしてセラフィムは聖ロシア教会を立ち上げ自分がその長となりウクライナ人を懐獣した。この教会はセラフィム教会とも呼ばれた。彼は教会員に彼らが親しんでいる東方聖教会の儀式典礼を提供し戦勝者 女性を認じた。そして1903年12月13日、マニトバとプリチャードアベニューの間のマグレゴーストリートの東側の小さい骨組みの建物が正式にセラフィムによって祝福され、礼拝のためオープンした。1904年11月に彼はその悪名高い金属や木の断片で作られたティンキャンダイ聖堂をキングストリートとステラアベニューに建て始めた。 カリスマ的なセラフィムは五十名の司祭と数多くの女祭、その多くは文網を認知、彼らは司祭の義務を確入職地で果たし、独立した小説と教会辞書の理事所有を解いた。二年間のうちにこの教会は六万人近くの信者がいると公表した。アルコールによる様々な軽率な行動や問題で彼はウィニペグに招待したインテリの信用を失い、 ボドラグラは、教会員を失わずに、彼を除去するべくクーデターを起こした。セラフィムは、サンクトペテルブルクに意気評価を得ようし、また、ロシア正教会会議から、正教のセラフィム教会のために助成金を得ようとした。彼のルスの間にすでに、マニトバカレッジの進学生であったイワン・ボドラグとイワン・ネグリッチは、将来的には、長老派教会のモデルに移行することをもとに、 長老派協会から助成金の保証を得ていた。1904年の晩秋、セラフィムはロシアから帰還したが、何の助成金も持ってこなかった。帰還後裏切りを発見し、即刻この配信に関与したすべての司祭を破門した。彼は、地元新聞に、あたかも犯罪者のように配信した部下の名前を胸に、横書きした写真を載せた。彼自身と彼の司祭全員が、 ロシア正教会会議から破門されたとの言葉を受け取ったとき、彼の復讐は闇1908年にウイニペグを去り、戻ることはなかった。この社会的、精神的な小さな危機的状況が平原を襲ったとき、ウクライナ系カナダ人コミュニティは立ち上がった。セラフィム教会の反逆者の一人、イワン・ボドラグが、独立教会の新しい長となった。彼は、長老派の影響で、 福音主義のキリスト教を説き、彼なりに、かなりのカリスマ的主催であった。彼は1950年代まで生きた。独立教会の建物は、プリチャードアベニューとマグレゴーストリートの角に位置し、セラフィムの最初の教会は破壊されたが、長老派教会の助成金によって建てられた2番目の建物は、ウィニッペグのノースエンド、レーバーテンプルの向かいに今でも建っている。ランジェバン大司教は、 ウクライナコミュニティをローマカトリックの参加に融合しようと尽力した。彼は聖ニコラスのバシリウス教会を設立し、ベルギー人の司祭、アキリ・デレアーソノタを連れてきた。彼らは旧スロベニア教会のミサを読み、ギリシャ儀式に従った服をまとい、ポーランド語で説教をした。この教会は、ウィニッペグのノースエンド、マグレゴーストリートの聖ブラドミア・オルガの、 独立ウクライナカトリック大聖堂の向かいにあった。このような競争は、ウクライナ系カナダ人の子供たちにとってウクライナ語を学ぶ大きな機会を提供した。当時ローマカトリックは保守党と結びついていて、ウクライナ人はランジェバンヒロツカサ教とは関連がないことを知っていた。自由党はカナダで最初のウクライナ語の新聞、コネディスクイ・ファーマーに助成金を出した。 そしてその編集長は他でもないイワン・ネグレッチであった。セラフィムは1908年に消えたが、ユクレエンスケイ・ホロウズ・ウクライナの公営新聞に彼のその後が書かれている。1913年頃までブリティッシュ・コロンビア州で鉄道労働者に聖書を売っていた。そして他の移設はロシアに帰ったと。セリル・ゲニックは長女と息子の一人と共に米国、ノース・ダコタに移ったが、 しばらくして、ウィニペグに戻り、1925年に亡くなった。マカリー・マルチェンコはセラフィムが去った後、セラフィム教会の新司教と名乗ったばかりでなく、総主教を、教皇、主張、王子と宣言した。そして、我が身を守るため、または、エコヒーキのないようにとローマ法王と、ロシア正教会会議を波紋にした。彼は1930年頃まで、 地方のウクライナコミュニティに行き、コミュニティが望んでいた、東方儀式を提供していたとの記録がある。ありがとうございます。